こちら苦手レスキュー999。虫が苦手、動物が苦手、はたまた人間関係が苦手。この番組は苦手レスキュー隊員のケイタニーが地元静岡の皆さんの苦手をレスキューするラジオプログラムです。合言葉は読み取る、聞き取る、受け止める、苦手レスキュー999。静岡の皆さん、こんにちは、ケイタニーです。本日もたくさんの苦手の SOS が届いています。早速紹介する前に、今日もスペシャルゲストに来ていただいています。静岡県内あらゆるストリートを制覇した伝説のラッパー、 MC ビターハンドさんです。どうぞ。 Hey yo、 俺は MC ビターハンド。静岡の苦手を紡いでくスタンス。そびえ立つのはマウント富士、 MC の最高峰 MT 富士。耳かぽじって聞けサイレンスヒール、静かな丘から苦手をアピール。そびえ立つ我らが富士山、ご来光に向かってブッチハンズアップ。それでは本日の苦手を紹介したいと思います。富士宮市にお住まいのラジオネームプライベートアイスさんの苦手です。私は冷凍庫の製氷機で氷を作るときに製氷皿から水がこぼれてしまうのが苦手です。気をつけているつもりなのですが、いつもこぼしてしまいます。この気持ちどうすればいいでしょうか。というわけで本日の苦手は、氷を作るとき製氷皿から水がこぼれるのが苦手。その苦手しっかり受け止めました。どうして製氷機は製氷皿に入れた水をこぼそうとしてくるのでしょうか。早速僕と MC ビターハンドが製氷機の心の声を聞いてきました。それでは製氷機に代わってラップをしていただきます。 MC ビターハンド、熱帯夜の製氷ナイト。製氷、俺は DJ、 その名も DJ 製氷機。クールに製氷皿を回してる。寝苦しい熱帯夜、冷凍庫でチルアウト。クールダウン専門の DJ 製氷機。だけど言っておきたいことがある。心は決してクールなわけじゃなく、溢れ出す、こぼれ出す、思いが皿からほとばしる。製氷、製氷皿から溢れ出す。製氷、熱い思いほとばしる。製氷、製氷皿から溢れ出す。クールダウンできないこの気持ちは製氷。というわけで製氷機は冷凍庫でプレイする DJ だったことが分かりました。製氷皿の皿はDJ のターンテーブルの意味だったのですね。 DJ 製氷機は熱気をクールダウンさせるチルアウト系の DJ ですが、心には熱い思いがあり、いつも皿から溢れ出してしまうようです。こだわりの選曲、 DJ プレイをぜひ堪能できたらいいですね。それでは今日もありがとうございました。苦手レスキュー999、また来週この時間にお会いしましょう。苦手レスキュー、トリプルキュー。